曲恵方巻きぴったり消えるかチャレンジ。恵方巻き愛してますよね。もちろんです。愛がないとこんなに商品作りなんてできません。まあ、コーヒー屋だったくせ、ね、恵方巻き愛が新しい恵方巻き、恵方巻き愛があれば指定されたサイズにぴったり切れるはず。おお、というわけで、はい、今から指定したサイズに切っていただきます。はい、今年の恵方東北東日なんで、等センチ10センチぴったりに切れるか、10センチこれを勝負したいと思います。負けた方は罰ゲームでございます。あるじゃん罰ゲームあります。穏やかにいきましょうよ。いやいやいや、ちょっと今目の前に我々の、ね、はい、神谷さんの考案のエビ黄金恵方巻きがございます。これはエビの頭は含まれますか、はい、含まれませんか。めんどくせえな。エビの頭含みます。エビの頭を含んで、含んだ上でエビの頭含む10センチ、はい、めっちゃ難しいじゃん。難しい。いい、いきますよ。では恵方巻き入刀。入刀始めた。ここ一発勝負です。 OK、 さあ切りました。おどうですか、どうですか。あ、でもいいんじゃないですか。でも結構一緒ぐらいですね。おお、さあ10センチどうなるか。え、意外と短い。うわ、よし、もうワンフィンガー必要だったじゃん。あ、いや11センチ、11センチ。よし、ちょっと待って、こっちの方がついてくる。堀ちゃん何センチか。お、うわ、どうだ。でかっ、12センチ。よし、やっぱ顔はダメだって。まあ今回東北東の東にかけて、はい、10変顔、10変顔いきましょう。10個の変顔ってことですか。はい、10個の変顔ないですよ。大丈夫ですか、これアナウンサー人生に致命傷負ったりしないですか。終わせますよ我々は。やだよ、怖い深夜番組。終わったらヨエロスで引き取ってくださいよ。何それ、嫁にもらってみたいな。いきますよ。はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、1、また8、9、10、全然変じゃねえよ。全部可愛かった。よし、やってやれ。おかしい、おかしい、おかしい、聞いてない、聞いてない。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、